皆さん、お疲れ様でした。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、11月5日、22時24分、少し前に阪神タイガースの試合が終わりまして、日本一、皆さん、お疲れ様でした。おめでとうございます。まあね、今日もだいぶ一日頑張ってました。当然遊んでいませんでした。で、まあね、先ほど、近本選手の、VTR で、ヒーローインタビュー MVP のところで、時間軸を超えてくる方法でね、ちょっとね、僕の方から投げかけたメッセージが、デッドボール、すごく多かったじゃないですか。11個まだ知ってるんですよ。間違いなくね。なんで俺、もともとこの話ね、体大きい人って避けにくいんですよ。だから 1,2 番が頑張って避けるし天の神様へのお祈り、なんとか大怪我しない、来るときは来るからって、まあ大体本当は避けてる。大体本当に。なんとか避けてる、本当に。やっぱり右軽いから避けれるんだと思います。避けてるところ見たらわかりますから、本当に。あれ多分お腹出てる人なんか、無理やろって避ける。やっぱりそう思うから。で、彼にね、投げかけた言葉は、日本シリーズの MVP ぐらいもらうんかったら、わりあわへんわぐらい言ったね。さあ、彼が本当のことが出ましたっていうことを。あいものね、ヒーローインタビューでこうちょろっとこう小さい声で言ったんです。まあ岡田監督が胴上げされるときはね、周りがね、承認いくらでもっていう周りが証拠みたいなことをね、笑顔でこうちょっと言ってくれていて、まあ今でこそこうやって笑いますけども、今日も一日頑張って本当に。いろいろ家からね歩いて行けるところの範囲で撮影したり、もう動画の編集とものすごい大変で、もう試合中始まったらもうね、審判がまたいい加減なことをハーフスイング森下選手が止めてるのに、もう試合ひっくり返すされたら困るから、動画でもう撮影始めて、まあそれは自分で持っておきますけども、もういちいちそれで言葉の組み上げとかまた一からし直しかもしれないと、20分かかってますから、試合開始してある程度してから動画の、そう、森下選手のハーフスイングのと、もうこれ試合気をひっくり返すらえらいことになると、もうここまで1年間本当にもう遊んでない、全く遊んでない日ですよ、その試合が終わるまで何日だ、ほとんどがそうだから本当に百何十試合それで途中で迷い始めてね、日中友好関係の話とか考えて、我が天下と我が天下せなあかんのちゃうかなとか、いや本当に大真面目な話で、まあ何日かしてみて、やっぱり遊んでない方が結果いいわって思って、まあ話、真面目な話戻しますね。ノイジー選手、今回、いいところでね、流し打ち打ってもらったりだとか、ホームラン打ってもらったりだとか、まあ、外国人のね、助っ人選手も活躍できる話がなかったらダメだと、まあこういう部分もあるんでね、でまあその分のしわ寄せがある程度佐藤輝明選手に来てるんじゃないかなっていうのが僕の見通しで、まあもともとね、もともと考えてた部分はあるんですよ。左対左で不利な部分で、その、もう、あらかじめ、もう、何年も前から言ってるから、音声、ね、えしろ、深く記録されてるから、で、その、ね、もうちゃんと言葉の組み上げ、ぴったり、ノイジー選手に出来上がってるから、それ、だから、もう、それも、いちいちオリックスのピッチャー打つしたり、バッター打つしたり、ややこしいことカメラマンがずっとするでしょ。ちゃんと言葉組み合わって頭の中しっかり言っても、もう試合中絶対笑わないですか、本当にこんなヘラヘラしてるし笑ってた試合中に絶対そんな試合ぶち壊しになりますからそここらえてこらえてカメラマンに対して怒っちゃダメなんですよ、怒っちゃダメっていうこの難しいこっちだ
しんどさとストレス、それこう踏ん張ってもそれ、はい、ものすごい歌あとでいくから、こらえた分絶対どうせこらえきれん、本当に。でも途中でね、まあオリックスはね、宮城選手でしたっけ、2番手のピッチャー、山本投手に次ぐピッチャーでね、だからもともと、もうなんでもないか、その、じゃあもうなんかオリックスも優勝せなあかん話があったから、その、精神病院でね、東大行くって頑張ってた男の子、両親が、両方とも教師で、で、一浪して、で、その勉強のことでね、限界だって、なぜか精神病院に入院させられてるって。本当このおかしな話、まあ一応彼には言っときましたけど、ただ単に東京に大学はあるから東京大学って言ってるだけで、世界ランキングで惑わされすぎて、もう兄弟とかあんまりええことないから、地元の大学は本当は言っといたらいいからっていうことを教えといてあげて、交通費使わされるだけ無駄っていうことで、本当はそう、本当に。地元離れたりしたら人とのつながりとか なくなっちゃうから、本当に。まあそういう話とかもあってね、もともと何でもかも。ヤマト投手2番手コントロールのピッチャーがいて、もう分かってるから、もう世界戦も何回も取り込んでるから、 だからねロッテの例えば佐々木朗希投手とかでも、僕もっていう経験しますから、まさかの1球の失投、フォークボールがしっかりと落ちなかったケースとかで、そこをしっかりと打たれるっていうね、それが経験があるから、コントロールは重要だっていうことはものすごく僕分かってますし、だからね、まあ、その辺のところは、いや、作ってきたのはこちらだよっていうことで、そシーズン中もどれだけ淡いケースに絡みの選手に困らされてきたか、それちゃんとやっぱりテレビに向かって言わなきゃダメなの、本当に。記録が残るから、それで。恩返しの仕方が違う。大和選手とか元阪神タイガースとか、あと広島の小園選手も、もともと報徳学園、兵庫県、甲子園のすぐ近くの西宮市に甲子園があるんです。皆さん、一般人の方、あんまりこれ結構地元の人でも分かってないから。テレビ局は大阪って言えた。兵庫県民。大阪って感じがする。僕も若い頃さ、おかしい、ちゃんと頭の中で委員会にしましたよ。最後頭の中で大阪市に何年か経過した結果だから、あれ見とったらイライラしてくるわって、国会議員の人がめちゃめちゃ怒ってて、あれテレビ局ややこしいことばかり言って、そう、小園選手はいいところで阪神打ってきて広島一回打率3割で作ってあげたの、ドラフト1、なかなかいないから、打率3割で、大瀬良投手は TBS のお母さんありがとうドラフトなんとかかんとかっていう、ちょっと番組は間違えてるかもしれませんけども、ああいう番組でね、うん、でその時のドラフトの時のくじ引かれてた方はどなたかわからないんですけども、まあ、その時のね、ドラフト会議でも、まあ、わかる人はね、今の楽天の監督だと思いますけども、そのね、世界を背負ってる人間の方が、ね、実力はあるとか、上だとか、将来伸びてくるとか、そういう話からの延長線上でね、彼は大瀬良投手は広島の、弟さんがね、身体障害者の方で、で、彼からは覚悟を感じたんですよ。僕は弟を最後まで面倒見るって。彼を取ってあげた方がいいって。だからどこの球団が取るかわからないですよ。阪神の事情があるから、チーム事情、本当足の速い1、2番とか、右バッターとか、だからその時の、もう僕も、大瀬良投手が何年前のドラフト会議と、覚えてないから、そういうこと。今、だから、近本選手とか中野選手ね、足の速い選手取ってきてもらうのは困るから、本当に。まあ、上田選手とかね、
だダイソーも本当は重要だから、本当にワンヒットでホームまで帰ってこれる人と帰ってこれない人だったら全然確率変わってくるから、本当に本当本当、まあ、まあ今こういう時間帯ですけども、ある程度のボリュームで僕も喋ってるんでね、もうその辺のところは大丈夫かと思うんですけども、まあ他にも他のチームで兵庫県出身の田中雅宏、もともと兵庫県関係なんですよ。兵庫県の伊丹市のね、あのリトルリーグとかで、でそれから結局北海道の方高校行ったりとか、だからね、もともとちゃんと兵庫県とかその近隣ぐらいだから、もうあんまり言い始めると大阪府とかそれ近いところの話、エネルギーの残存の問題から言うと、まあ近鉄バファローズのところに、じゃあ奈良も和歌山もみんな行くのみたいな話でどうしよう、そしたら、まあ四国、まあ広島があるし、岡山、鳥取とかどうなんだろう、京都府は上の方、兵庫県とほぼみたいな形で、京都府どうなんだろうとか、だいぶいろんなややこしい話になってきてたんですが、当時ね、僕は二十歳ぐらいの頃で、だからいろんな人たちがね、もし阪神タイガースに入ってくれてたら、日本一ももっと早い時期になってたかもしれない、だからこれはかもしれないとしか言えないし、だから確実にするにはね、しっかりと僕はテレビ見て、スポーツ、その試合に専念して、その一日どう過ごしてきたかと、どういうふうに対応していくかっていうと、今日はね、途中から頭の中、だいぶしっかりと、渡せるようになりました。それで撮影しながら言葉の組み上げ、もう絶対固定して、これもう証拠作り、本当に。そう、今日は頭がなんかものすごくしっかり言ってたからでもやっぱりしっかり取れるし、で7対0になってね、途中で伊藤投手とか、出てきたりとかいろいろあったと思うんですけども、最後岩崎投手、数字見てもらったら分かると思いますけども、セーブの数だけを見たらあんまり、ぼちぼち、けど本当は37セーブって大きな数字なんですよ、1年間で。でホールドのところを見てもらったら分かると思うんですけども、13ホールドぐらいだったと思うんです。両方足したら45ぐらいでしょ。もともと僕が描いていたのは、優勝するには、抑えが45セーブぐらいしてもらわなきゃならないと。で、岩佐投手、日本代表、ちゃんとワールドベースボールクラシックでいいピッチングしてたじゃないですか、ちゃんと頭の中貸したりとかだったんですけども、他の球団の選手も全部そうですよ、ワールドベースボールクラシックに選ばれたら、それで全然結果内容変わってきてますから。で、岩瀬投手がちょっと調子が、なかなかね、言葉の組み上げとか間に合ってなかっただけなんです、それも。で、青柳選手の場合はもう年俸見ちゃったんですよ、1億5000万っていう年俸。僕途中から言い始めたじゃないですか、こんなもの、そんなスタジアムみんな税金で人工とかそういうこと言い始めたでしょ。6億村上6億誰もお金青柳圭介払ってんぞの話があるから、青柳選手阪神タイガースで一番年俸日本人選手で高くて1億5000万ぐらい、いくらだか1億8000万、もう分かんない、もう覚えてないで、それで今年ズタボロになっただけでそれ本当は書類見てみないと分からへん僕もおかしいと思う、ちょっとその金額ありえないと思って、冷静見たら6億なんかこれ捕まるぜじゃあいろんなことで捕まってきた人たち一体何だったのっていうことになるから、本当に本当に。だからその辺のところで、嘘をテレビがね、報道関係で戦争の嘘まで放送し始めた時点で、みんな自分たちが騙された時その話広げちゃいます、どうしますの話があるから、そこ慎重に物事考えなきゃならなかったんですけど、その勢い僕はもう今週何回もいや、他の球団も年俸が高いとされる選手みんな成績ダウンしてるでしょある意味法の下に平等なんですよ、活躍の度合いとかね、偏った作り方しなかったら、
のすごい年を取った選手って作れないんですよ。だから阪神タイガースの選手、今年あの3割打者はいないんですけども、その選球眼込みで見ると出塁率は良かったと。まあ、こういうような形なんですね。だからまあ、だから700打席ぐらい入って、20本以上ホームラン、毎年打ってくれたらすごい方なんで、本当に。なかなかいらっしゃらないんですよ、そういう人って。でやっぱりそこは体の大きさ云々とかあるんでね、広い甲子園で。で、そういうふうな形で、ちゃんと、木浪選手とかね、バットコントロールが良くて、選球眼の良い、1、2番とか木浪選手とか、だから、その辺しっかり、大山佐藤とか選手とかね、軸としてもともといるでしょ。私さ、ガム食わされてる。わかんないもん、何事情なんか。本当に。理由全くわかんない。相手チームの選手。ガム君の目立ち。何を。ガム君の目立ち。昔それで本当に。今そんな人まず見かけませんけどね。昔ね、駅のホームとかで、人口密集地帯。道路とか、まあ、歩道とか、駅のホームとかでね、ガム、その辺に、ペッて開いて、その、吐く連中がいたんですよ。もって、ガムなんか、テレビ出て噛んだら、もう成績えらいことない。こっちの歌も、本当もう何があったらそんなことになってたかも知らないけども、もう本当に抑えの投手、もう何理由で壊されてるのかもうわからないんですけども、どちらが被害者かよくわからない話になってくるでしょ。上から打つ人が、ね、中身入れてるから、入れ替えてますか、僕とピッチャー、本当に。神がかり的な力の方で、ね、そういうことですよ、なんとか。きっちり抑えにかかったり、ガンケルと。だから試合中絶対笑いません、笑いませんけど、ちょっと突っ込んでいいですか、言って顔蹴る、顔蹴る、ドイツ日本語に訳すとうるさいでしょ。分かってる、もう最初から見破っておくからっていうことで、多分こういう名前をなんか多分リーグ内か何かで名前付けさせられてるんだと思います。多分偽名だと思いますよ。そんな名前付けるわけないでしょ。まあガンケル投手も分からない。ただノイジー選手は本名じゃないでしょ。偽名を名乗ったらダメだっていう話とかもあるから、それしておかなかったら世の中めちゃくちゃになるから、本当に。で、そうそう、今日の試合、なくて申し訳ございません、本当に。9回、1点ホームラン、岩崎投手打たれましたけども、あれね、最後の一人のところで岩崎投手が出てきたんですよ。あれ田中将大投手。再現史でもちょっと今涙が出てきそうになってるんですけど、笑いながらこの人おかしなこと言うなって思うかもしれませんけども、試合中はね、もう僕もう絶対笑わないですから、もうその東日本大震災のっていうね、田中将大のっていうところで、ね、もう星野監督とかもうこの世にいらっしゃいませんから、だから、楽天の事情とかね、もともとそのオリックスと近鉄が合併して楽天という新しい球団ができるっていう、まあ要するにね、ここの地域にこんなにたくさん球団無理だということで、まあ東北の方にうまいこと日本各地に分散してっていう話でね、だから楽天のスタートした時なんか今シーズンやっぱりするんちゃうかとか、そういうふうに言われてたんですよ。で、まあ、そういった中のね、まあ、チームの立て直しで、まあ、日本一、まあ、大変でしたよ。まあ、普通のね、知識的な、野球の知識的なところから、まあ、こういうふうな助っ人を呼んできてもらってと。で、正直、キャリア、昔キャリアはすごかったけども、今はっていう人もいらっしゃいますから、その辺は、
まあ、できるだけフォアボール選んでもらって、つないでもらったら、なんとかするかなっていうところ、ある程度のところの話で、それでね、ある程度ね、打者は3割バッターの人とか、まあ、その前後ぐらい、打ったことのある経験の人とか、何人かとかいたんで、あとはその辺、あとは埋めていけば、まあ、なんとかなるなっていうのはあったんで、で、まあ、楽天の試合ですからね、まあ、どれだけ僕は力貸してたのかとかもわからないですけども、言い出したのは僕ですから、なんとか優勝っていうところで。で、田中将大はね、まあ、あらかじめ言ってたんですよ。全部勝ってくれるなら、それに越したことはないと。で、24勝0敗ということで、負けはとりあえずはないということで、だからこれ、勝ち星の計算で、まあ、80勝したら、大体もう、ほぼ優勝なんですよ。で、24勝0敗ってね、例えばね、球団のが前の年、60勝を、仮に、まあ、80敗ぐらいだったとしましょう。ね。そこの数字をね、24、上と下変わったら全然違うでしょ。プラスマイナス48なんですよ。わかります？一気に優勝いけるんですよ。そんなものすごいピッチャー出てきたら、24勝0敗、貯金24も作ってくれるの？まあその後もね、しわ寄せが中継ぎとか抑えがどれだけ踏ん張れるかもうどうしてもチーム内でね、過剰ラリーは絶対発生するんですよ。その辺だから、阪神タイガー中継ぎ抑え、その防御率、だから僕は硬いことであるがためにね、まあ、もちろん、出場してる選手もね、硬い人でないと困るし、で、その辺のところ、うまい工夫とかで頭の中しっかり渡して、で、ワードもね、組み上げて、言葉のワードをね、組み上げて、言葉のね、内容、ワードとは。淡井圭介の頭の中を、コントロール中心に、伊藤投手にお渡しいたしますとか。もうそこまで、もうホームページにちゃんと書いてたり、YouTube で言ってたりしますから、だからそういうふうなところで、それ組み上げる前に投げ始められたら、ほぼほぼ 100% で、それこそボール入らないんですよ、それ。頭の中、しっかりとその組み上げるまで、組み上げたら、もう投げる瞬間にちゃんと頭の中行くみたいな形になるんですよ。だからその辺はコンピューターの調整とかもある程度入ってるし、だからその辺のところで自分が今までどういう風にするべきかっていうところで、もう言ってきたんですよ。組み上げてきたんですね。だからそれを、スーパーコンピューターエシロンのシステムだとか、富岳っていうような形になってる。昔は K。で、こればっかりはもう爆発を経験しなかったらなかなかうまくいかないです。で、正直、今日のホームラン、ノイジー選手のホームランはありがたかったですね。本当に助かった。本当に。助かったんで。本当、あの時、本当、あの均衡破ってくれんかったら、本当。いやもうそこ破り始めた、一気にいけるから最初の僕にかかってるのかすごいから、昨日なんか試合始まる前に先にもう18時30分でしょ、試合始まるの。もう先にシャワー浴びといてね、お風呂なんかたかない、エネルギーの残存問題あるからそっきっちり守っといて、そしたらどうなったかって言ったら、17時前にはもうシャワー浴び終わってたと、まあそれぐらい、前後ぐらいでシャワー浴び終わってたんですけど、急に眠気に襲われて、もうぐったーってなって、その日の試合、けど眠れないんですよ。眠気が来てるだけで。寝させてもらえない。もうかなりの地獄、本当に。ただでさえきついのよ。いろんな話が複合的にあるんでしょうね。まあちょっと個人名出さないで言わないでおきますけども、まあ、近本選手に肩叩きした最悪でしょう、本当に。まあ、けど成績はついてきてますからね、一応。まあ、多分何事もなかった方だとは思
もう言います試合に出てきたりしてたから、本当に肋骨が骨折しているのであればあんなに急に早く試合には出れません本当に。だからまあ怪我の話になったね。僕も本当に大真面目な、状態に戻ります本当に。いや、いろんなことありますんでね。だから岩崎選手のホームランの時ってだいぶ悲しみがよぎったんですよ。でそれでね、打たれてるケースっていっぱいあるんですよ今までの試合で。いちいち昼間とか試合が始まる前の時間帯にね、自分で言ったりとかするんですけども、淡井圭介は芯が強いとか、淡井圭介はその悲しみを乗り越えてさらに強くなるとか、もうそれで何とかしてるだけで、乗り越えてそれもうある一定の領域超えたら一人で家の中で泣いてる状態になるから本当に。まあだからもうその辺のところはどうしてもね、今シーズン、絶対阪神タイガースが日本一を狙っていく立場ですからね。だから、大瀬良投手とかにはシーズン中、まあ、もう容赦なく、不意にかかると。対戦するときは。正直、誰のおかげだと。まあ、そういう部分はある。今シーズンはこっち、形は、それ無理だからと。いろんなデータ集めてきて、また対阪神戦でぶつけてきたでしょ、また。阪神タイガースにいた新井監督っていう、ややこしい状態。やっぱり、広島が怖くて怖くてこちらとしては。クライマックスシリーズ、クライマックスシリーズ。もう日本シリーズはさすがに、あの時期にね、10ゲーム最初をつけたら、それはさすがにね、あの時期に10ゲーム最ひっくり返る。絶対ない。こちらもそれ、一回昔、13.5 ゲーム差ひっくり返したこと、ひっくり返されたことがあって、阪神タイガース。巨人、そこまでしますって。状況本当読めてますって。うん。後で長嶋監督、えらいことになってましたから。体半分麻痺。本当。勝っていい時と悪い時ある。本当に空気読まなきゃダメ、本当に。ね、ここで、あ、淡井さん頑張ってくれて、本当は各監督ありがとうございますなんですよ。新井さんにしても、オリックスの、バファローズの中島監督にしても。後で体どうなるか分かりませんよ、本当に。僕みたいにしっかりとする理由持ってなかったら、1950年からの換算で、ね、日本一の優勝回数とか、法の下に平等。その話されたら、今まで突出した成績出してきた人たち、ちゃんと力貸してくれた人とかに、お金渡しましたって。その日一日その人めちゃめちゃ頑張ってたはずですよって。それとも一方的にコンピューター使って、その人たちから力とか頭が削除してましたっていう話になるから、本当に。もう今までの優勝回数見たらわかるから、よっぽど無茶苦茶なことせんかったら無茶苦茶な結果なんかならないから、ね、阪神タイガースが今まで通りでなかなか日本一になれなかったなって。わかるでしょ？こんなもん働きに来ながら無理に決まってるでしょ？ね、ね、ね、もうこの辺の話、一回もう全部プロ野球選手にちゃんと話、今まで OB の人たちにも、今まで選手経験の人たち、この話ちゃんと見てもらって、もう聞いてもらった方がいい。その長嶋監督が、もう下半身麻痺になってるのを見たら、やっぱりちゃんと、もともと1997年頃、フルーツラーパークで淡井さんたちが言ってた内容、みんな守っておかなきゃならないんだって。だって、当時の皇太子殿下の成人様とかが、伝言で多分来てるんですよ。平、うん、その時は絶対平成。平成の天皇陛下からの伝言で来て、皇太子殿下の成人さん、今現在天皇陛下でしょ？芸能界のことは君に任せるからって。未来からもエネルギーの残存量問題とかでも、君の、その、内容っていうのは受け入れられてるっていうことで、ね、そこまで大きな話とか人間性とかいろんな部分でも、もういっぱい本当にややこしいこと本当にいっぱいあった。本当に勤務と、もう二十歳ぐらいの頃からフルーツドラバーグで急に殴りに来るやつとか現れて、もう全然見たことないやつ、また髪の毛染めとかそういうやつで、よその勤務先行ってもややこしいやつとか出てくるか、大阪ヒルトンではさすがにややこしい連中は出てきませんでしたね。その勤務地に殴りかかってくる人間とか、さすがにそこではなかった。働いてる人間めちゃくちゃ多いですから、やっぱり。
まあ、ただ大阪ヒルトンのお手洗いのところ、あの本当はね、落書きとかがあって、それしっかりと言ってね、もう一回ペンキに塗ってもらって、綺麗な状態にしてもらって、で、だからまあ人材派遣会社とかの台頭とかで、やっぱりいろいろみんなあのストレスとかあるんでしょうね。その言いなりになって働きますとか、そういうふうな文言、本当にそういう落書き、もういっぱいいっぱい。びっくりする、本当に。急にシーンってなったでしょ。まあこれが現実的なところで、ある意味合ってる。今の時間帯もう23時前、公園で喋らなきゃならない。だから自然とそういうような動きをするっていう部分で、だから逆言ってる人はいろいろその日の行動いろいろ間違えたりしたりとか、過剰ラリーの世界に巻き込まれて、その法律とかが知らないがゆえにやっぱり間違えた行動をするとかね。だからもうこれ二十歳過ぎでアナウンサーとかになったらもう絶対無理だと思いますよ。絶対よく分かってないから。社会出ていろんなところで働いていろんなことを経験してからじゃなかったら答えにたどり着かないんですよ。本当のところどうなんだろうっていろんなことをみんなが言うから。ちょっと今お互いに浄化というところで岡田監督と僕を浄化したんですけど もう法律を浄化あります。だからそのところでね、まだ晩ご飯食べてないです。だからね、だから岩崎投手が1点取られたのはその悲しみのところだから、だから岩崎投手もあんまり気にしなかったらいいし、もうこういうシステムだからみんなね、まあ、全体的に成績しっかりしてたらまあいいと、まあ、そういうような形でね、受け入れてもらったらねと思います。いいなと思います。さすがにね、9回半で7対0はもうそれは絶対で2アウトでも試合中に考えたんです。シャワー浴びるって中島監督が映ってる時に、違う違う、試合終わってからシャワー浴びてるんです。もう1点不採火書いた方が間違えて点のホームって分かりますか。空気読まなそこで多分ね、いやだから複合的な理由がなかったらあそこまで距離とか出なかったりするから、飛距離ホームラン、そこそこ深い位置のところでしょ。まあライトとレ、まあ、まあまあややレフト側ですけども、定位置の後ろ、やや斜め後ろぐらいのところのホームランですけども、けどまあ2階席か3階席でしょ、やっぱり飛距離出てるでしょ。だから、ね、東日本大震災のその悲しみもちょっと涙目になってる部分と、でそんなところで何を使うの話の本当の話出てきたらこれただの一点じゃ収まります、ね、話を東日本大震災の復興でね、もう優勝いかなあかんっていうところで星野監督とかに頑張ってもらって、で田中将大がね最後マウンド登るところとかも、もう最後はもうそこまでできた、もう絶対その田中将大が主人公だからっていうことで、昔僕はその阪神淡路大震災の時にね、そのプロ野球界云々っていう話を持ち込まれたことあるんですよ、本当に。でその時にだから中日とその岩田選手とコンビ組むとか、そういうふうな話とかいろいろ、岩田選手は知らないかもしれない、いや、まあ、今はもう岩田監督ですかね、まあ荒木選手と岩田選手がああなんですよ、淡井圭介の代わりで荒木選手みたいな形で、でだから兵庫県阪神・淡路大震災のその被災者であった淡井圭介が輝く話っていうのもあったから、それを田中将大投手は、再現して、まあ、アメリカ行った時もめちゃくちゃだよ
回を起きて死ぬんだ。もう松山英樹とかゴルフ世界ランキング1位にまで持っていったりとか、あれ夜中起きてるから本当にめちゃくちゃきつい。宮里藍とかも本当にね、もともとこういうルールだから、こんなのもともと無理だったんですよ。海外で活躍する話なんて無理やりその時間帯誰か付きっきりでね、頭なんか貸したりしなきゃなんなかったから。メジャーで勝つことイコール、それで淡井さんにお金を払ったらいい話になるけども、淡井さんを助けるためにって、阪神淡路大震災の被災者をって、一応だから個人の権利者の話でいうこと 2.5% しかないから、みんなが少しずつお金払ってもらうしかないから 2.5% で計算ですよって。女子のもともと優勝賞金額370万、嘘2. 何%、こんなに頑張ってって、だってよく4日回るでしょ、予選2日と本戦2戦で、それでそのた4日分の日給、これもしかしたら大卒初任給でね、有給休暇とかね、半年働いた有給休暇ついてくるでしょ、ボーナスある、退職金ある、育児休暇ある、負けるんちゃいますの初任給嘘こんなに頑張って、それでもメジャー大会なんかなかなか優勝なんですよ、これしょっちゅう優勝してごめんごめん、そんなに厳しかった。だから松山英樹からも全然お金なんかもらったことないし、あいつもしかしたら僕の同級生の原口真一かもしれない、みんなと感じ。顔の大きさと。ゴルフ、そのなんか中学生の頃からゴルフ運動の話あいつしてたな。なんか顔似てるわっていう。じゃああいつ本当の話どうなってんのか、本当にそんな賞金額出るのそもそもっていうところで、嘘が拡大してないっていう話で、ごめんなさいね、全然阪神タイガースの日本一の優勝の話と違う話になって、もうちょ本当の話教えてもらわなかったらこんなむごい話ないのと、本当にそうお金払ってくれなかったらどうなるか分からへんから、その長嶋監督みたいに。なんで僕の方が今ちょっと左半身がちょっと痺れなかった、阪神タイガースの試合でも足痺れ始めたり歩くから、まいまいまい、それまた外国人のどこの国かも忘れましたけども、あのまいまいって曲を歌い笑わせるつもり、本当の話知ったらそんな曲よう作られへんから怖すぎて、もともと日本語とね、サイヤング最も若いって書いてサイヤング二カ国のせだったかもしれない、多分いろんな人たちに若返らせてもらったりとかですごい成績に出してた、もしくは睡眠不足になってなかった、頭の中まで借りた、そりゃ勝つよそんな状態、みんな睡眠不足で僕もしかも僕なんかお金も払ってもらってない、どうすんのこの話ね。まあどうしてもこの話なんですけど、もう話あんまりにも長くなりすぎますから、もうこの辺にしときます。まあちゃんとね、ノイジー選手は、まあ、本当のところ、ここぞという場面で打ってくれる人ありがそれ、助っ人、なんでガムかまされてたのか、だからもう、三塁のその当時のね、間違えたジャッジをしてしまった、先進の人もそれある程度文句言ってしまった方がいい。さ、レオト選手、佐藤寺木選手とノイジー選手ガムかまされてるでしょ、それで誤作動を起こしてサードのねガムかんでない先進の人まで間違えたジャッジ下してしまってる可能性があって、ややこしいこの話、本当に僕から言わせたら、だからもともとだからサード方向の選手がガムかまされてたのも、そのあれでしょ、アメリカのメジャーリーグで日本球界はまずしないんですよ、サードがショートぐらいの位置を守ってサードがいなくなる
で、ショートがセカンドベースの後ろぐらい守ってか、もうちょっとファースト寄りかな。で、セカンドが、ファーストとの間で、まあ、ファーストは、まあ、ファーストベースの、やや斜め後ろぐらいのところで守って、はっきり言いますよ。足速い選手をプッシュバントしたどうするんですよ、サード。どうしようもない。それどころか。で、それね、意図的になんかデータがあるとかみんないろいろ言うんですよ。内角をどんどん投げたったらね、なかなか流し打ちがしにくいとか、違う違う。絶対違う。僕がバッティングセンターバカみたいに言ってた時期やったから。言われたから、お前そんな年になってバッティング。そんなしょっちゅうどうすんのってお金使って ホテルマットしてきました。まあ確かにバーベキューコーナーとかフルーツラバーグ 一応的に当てたり平気でしましたけども、あとストライクアウトとかあったでしょ。あれもボウリング場にあったんですよ。で、あれをね、横とか3つね、斜めを含めて縦とか、投げて、揃えたら、ボーリング1ゲーム無料とか、なんかそこ、本気で僕も 取り込んで、だいたい揃えれてたんですよ。だから、まあ、バッティングセンターで言ったら、ホームランって書いてる的ね、正直言うと、打球また当たったらね、まあ一応、次また1ゲーム無料でできたりするんですけど、まあ、これはバッティングセンター場所によります。で、だからそれ狙ってね、何ゲームしてとか当てて、起動するまでしてくれたらええよ バッティングセンターで 言ってましたから まあ、粘ってね、経費節約じゃないんですけども、だからもうその感覚あるから、好きな方向に打てることぐらい知ってるんですよ。で、感覚わかるから、内角ばっかり投げてくるんでしょ。打ちやすいんだから、集中。慣れるから、目が。さっき通過したところや。ちょっと仕事、多分僕を笑わすために敷いてるでしょ。そこも、試合中、僕、絶対笑わないですが、ほぼほぼ。もうまず間違いなく笑わない。もう、ちょっとほっぺたが動いただけで、こうニヤッとこうしたくなくても死ぬと死相になる時とかあるでしょ。それをそこまでコンピューターつけ込んでくるから、電波で。だから僕は心の中で皮膚が動いただけとかで、まあ、返すというか、かわすというか、そういうふうな形で、それしなかったらどうなるか分かるから、分かってるから、本当、本当、もう、これだけで、ストライクボール変わってくるから、本当に。そういう対処の仕方が分かってなかったら、もうみんなどう取り組んだらいいか分からないですよ。だから対処する内容、ものすごい数あるんですよ。で、僕はもうそれに慣れてる。で、だいぶ話長くなりましたけども、これが岩崎投手の1点を打たれたホームランだったんです。絶対高く、東日本大震災の、あの場面の再現、そんなことどころ。だから来シーズンの成績どうなるかわからないですよ、の話になるから。頓宮選手でしょ、確か。ちょっとね、もう話長くなるんで、もう僕も晩ご飯食べたいんで、もうこれぐらいにしときますね。阪神タイガースの、まず関係者や、ファンの皆さん。おめでとうございます。本当に今シーズン頑張りました、日本一。その前に先にワールドベースボールクラシック、世界中、笑って言ってるけども、ワールドベースボールクラシックも絶対試合中に気持ち負けちゃダメだから、負けることとか諦めることとか頭の中よぎっちゃダメなんですよ、そもそもで言うと。だから3点差つけられていたもん、絶対僕は勝ちに行くつもりだったから、現実的に勝ちに勝ったでしょ、逆転したでしょ。負ける気なんかさらさらないっていう、ほんとほんと。だってエネルギーの残存量問題で、みんなお金出してもらわなかったら、特許の申請だけで20万ぐらいかかるんですもん。河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電、50億人以上の命かかってる。ほんと絶対間違いない。
で、なぜか僕は今体が痺れて、おかしい、僕は被害者なのに。まあまあ、世界一ね、なって、で、まあ、そのままの勢いで、ペナントレース、始まって、最初ちょっとね、もたついてたでしょ。最初は2位ぐらいの位置にいたでしょ。で、そこから、もうずっとね、もう悩みながらなんですよ。もちろん遊んでない日、繰り返してましたよ、試合終わるまで。セリーグこれ優勝したら日本一なくなるのかなとか、クライマックスのシリーズ優勝どうなるんだろうとか、でそれで悩んでて2位だったんですよ。でそこからもう本音でね、途中で書き始めたったり YouTube で言ったりしましたけども、正直一生のアドバンテージは大きいっていう話の結論にどうしても行き着くんですよ。クライマックスシリーズどう考えても一試合一試合の大変さ、もうに身に染みてよくわかってるから、もうだからもうここは絶対もうダントツで優勝して、もう徹底的に、発揮させておくべきだに方針変えて、で5月、19勝を何敗かだったんですよ。1ヶ月に19勝って、途中まで。5月最終的に何勝しましたっけ、最終的に19勝でしたっけ、だからもうそのままの勢いでずっと突っ走るような状態、もうめちゃくちゃしんどかったですね、本当に。もう 朝からエンゼルスの試合とかも取り組んでたんで、翔平の成績だってあるし、そこら辺もう僕お腹の体温とかごっそり持っていかれたりとか、もう1時間での飲んでるのは水ですよ、普通の水、紅茶とかコーヒーじゃないですから。1時間でお手洗い、まあ正面ですけどね、ちょっと汚いですけども、4回体温とか取られてるから、であと睡眠不足で体調不良、もう 毎日半殺しにされかけてるから、ほっとてもあの人も毎日半殺しにされてるからって、あの世界近づかん方がええぐらいで、もうみんなちょっと離れといた方がいい、ある程度で、ただある程度話しなきゃならないってこと、本当にお金払ってくれなかった、本当にこの話もうむちゃくちゃになって、それどころか人類滅亡してしまうから、本当にエネルギーの残存の問題解決できなくて、そこみんな消えつけてもらわなきゃならない。でももう松山英樹のことがもうほったらかしちゃった しましたから、本当にもう無理だから、そんな夜中にゴルフしてる人なんかなって、金をもう払ってくれへん、もうなんでいつまでそんなことに付き合わさないなあかんねんになって、だからもうある程度その分なんかでも自分の身守れないんですよ、本当に。いやもうやっぱりもうこの辺にしておきますね。阪神タイガースの、関係者の皆さん、ファンの皆さん、日本一おめでとうございます。お疲れ様でした。チャンネル登録と、着信通知の設定よろしくお願いします。まず分からなかったら周りの人に聞いていただいたり、販売店の人に、聞いてください。これが全ての事実です。まあ、いろんなことが分かる勉強にもなると思いますんでね、まあ、座ってね、聞いていただけたらしっかりと聞けると思います。あと一時停止をしながらとかメモしたりとかでね、それで、社会のことが、よく分かると思います。だんだんだと思いますよ。以上です。皆さんお疲れ様でした。やっとご飯が食べれる。